こんにちは。技術が習得できる体の使い方を教える、剣のクリエイターの堀江です。11月のね、3日でしたっけ、あの全日本、見ましたか皆さん。で、僕、見てないんですよ、全然見てなくて。で、国友選手ですかが優勝ね、おめでとうございますね。僕、正直あんまそういう人に興味なくて、何に興味あるんだろうなって自分で思った時に、やっぱり自分がその動きできるかどうか、みんなそれぞれね、人ね、素晴らしい、選手たちばっかりですし、その出てない方でもやっぱり皆さん強い方いっぱいいらっしゃいますし、いいとこありますからもう、ね、そういうところを見て自分がすごいなって思う人の、まあ、真似したりとか、そういうこと僕自分好きなんですね。好きなんです、それが。で、誰かのまあ真似したいとも思わないし、その動きが自分がどうしたらできるんだろうって考えるのが好きなんですね。それでまあ剣道やってるみたいな。だから誰か特定の誰か好きな選手がいるとかっていうのってあんまないんですね、まあ、興味ないっていうかね。だから自分がその動きを成し得れる、考えることが好きなんですよ。だから、今回でも、何をしようかと思った時に、国友選手の手の使い方分析してみましたっていうことですね。皆さんぜひ見てみてください。今からね、言いますからね。で、まあ、分析っていうか手をどう使ってんだろうっていうのを、考察したわけです。で、決勝戦しか見てません。でしかも全部見てません。だけどやっぱりそうだなって思ったのが、ありますので、ぜひ、見てください。で、まあね、今回あの選手が優勝されましたけども、あそこに出るってすごいじゃないですか。だから誰が優勝したって別におかしくないメンバーの方がいるし、技術的に言ったらもう最高峰なわけですよ。で、別にそこを見るわけじゃなくて、どう体を使ってどういうふうな考え方したらああいうふうに少しでも近づけるのかなっていうのに、まあ、お役立ていただけたら一番嬉しいです。で、でこの1000回前もそうですけども、体で打てるその手の使い方っていう話をした時に、右手覚えてますかね。右手使って左手で支点にするっていう話を しましたよね。で、全くそれなんですよ。で、一つ皆さんに、知っておいてほしいのが、右手の力抜きましょうとか言ってるじゃないですか。抜かない方がいいと思います僕、うん。で、どっちにしろ打つときに手ダラダラしてるやついるかって言ったらいないんですよね。ある程度やっぱしない、打ったときにあのちゃんと力が入ってるわけですよ。だから力を入れるんじゃなくて、針のトーンをちょっと入れておくっていう意味合いで力は入っておいた方がいいっていうことなんです。わかりますね。抜くわけじゃないです。ある程度の針のトーンを作っておくわけです。で、すぐに打てるっていう状態を作っていた方が、僕は、いい、おすすめします、絶対に。で、野球でね、あの筒香選手っていう人がいるの、みんなベイスターズで知ってますかね。 DeNA で、あ、 DeNA か、 DeNA か。で、よくね、あの野球って上から下に叩けってこう言われるわけですね。で、それがセオリーみたいなところがあるんですけども、あの人はやっぱりちょっといろいろ考えてて、やっぱり水平にね、ヘッドが出てくる人もいるし、アッパー気味に出てくる人もいるってわけですよ。だから一概に縦から落とすって考えるっていうのはどうかなって思うっていう、まあセオリーを崩したわけですよ。で、僕もそうですけど、剣道って別にセオリー確かにありますけれども、やっぱりそれぞれ、人それぞれに答えがある、スタイルってあるじゃないですか、剣道のスタイル。それは人それぞれなので、その人なりの剣道を、別に緩んでやれる人だと全然問題ないです。でも、よく見てみると意外とみんなちゃんと、あの国友選手もそうですけども、あのここが固定してるんですね。ちゃんと握って、ちゃんと握って、別にこんなにゆるゆるゆるしてないですよね。あの見ていただければ分かりますけども、で使い方としてはやっぱここを支点としてるわけですよ。で、こっちで動かして、こっちで動かして、よく見てみたら分かりますよ、はい。で、早く動くときも、そう、絶対に入ったときも一瞬でこれで、これで目打ってますから、絶対にパンって。だから右手は支点として使っていく。その支点、避けるときもそうです。全部実はこれそんなにあの動いてないんですね。
皆さん良い一生とか持ってこうとするから、その良い一生って持ってくる時点で遅くなっちゃうわけです。じゃあどうしたら早く、まあ避けれる、その竹刀の使い方もそうですけど、支点にして剣道って、まあ以前ね話してると思うんですけども、手ってこういう頭骨、尺骨ってあってこういうふうに動くわけですね。持っててひねったらそのように動くわけですね、実は。だからそういう使い方っていうのをやっていけば、早くも動くわけですよ、パッて。で戻すこともできるし、全部ここのを支点にして左手でコントロールする。そうそういう使い方することによって、ああいう剣道が可能になってくるんです。別にあれの剣道と一緒になる必要なくて、自分のやっぱ好きなスタイルですね、真似したかったら真似すればいいし、いいとこだけ取り入れてもいいしっていうことなんです。骨格も違いますからね。だからそのここを支点としてこういう使い方ですね、こういう使い方ですねをぜひね、やっていただけたらなと思います。ある程度筋肉の張りのトーンです。グッと力入れるわけじゃないです。で抜きすぎるわけでもないです。いい張りっていうのを常にコントロールして、常にそこでこ形を、決めます。で真似するときに、まず第一に形を決めるんです。形、そして次動きを作るね、まあ、例えばこういう動きを作る。例えば面なら面でどう打ったらいいのかってやります、パッパって。でもその次にみんな真似ってここで終わっちゃうんですよ、皆さん大体。だから真似ては真似は真似ってなっちゃうんですけども、それをじゃあ自分のものにするためにはどうしたらいいかってね、さっき言った今形を決める、動きを作る、そして3つ目が神経作んなきゃいけないです。感覚です。感覚を自分で得するってことなんですね。だから絶対に感覚、それを やってて自分の感覚、あこれだこれでこれができるっていうまでやり続ける。自分、それを自分のものにするということです。なのでぜひね、今回手の分析でなんで手はそういうふうに使ってますよってことで、視点にして使ってますよっていうことなんです。でもし本当にそういうのを真似したかったら、形決めて動き作って、神経、まあ、感覚を作るっていうところまでやっていただけると自分のものにできますので、ぜひね、参考にしていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。